スノーマン渡辺翔太大胆オフショットに刺激強すぎ直視できないと反響相次ぐスノーマンの渡辺翔太が29日自身のインスタグラムを更新オフショットを公開し反響が寄せられている 渡辺翔太貴重なオフショットに反響相次ぐこの日渡辺は整ったって感じで鎖骨周りをアピールやつとコメントしサウナを訪れた際に撮影したと思われる自撮りショットを公開。上裸で頭にタオルを乗せてリラックスした表情を浮かべる貴重な姿を披露した。 この投稿にファンからはサウナ語でも美術最高ドキドキ点々美しい肌が綺麗直視できない刺激強すぎる贅沢ショットありがとうなどと反響が殺到30日の12時時点で6000件を超えるコメントが届いている